皆さんこんにちは。しょこたんの愛称で知られるタレントの中川翔子さん。今回は妊娠の噂や虚言癖の噂から病気説に関する話をご紹介しましょう。中川翔子さんは2023年4月28日にエリート国際線のパイロットの男性と結婚を発表しました。幸せな結婚生活を送っている中、次のステップとして妊娠・出産が待っているのではないかと多くのファンが考えています。しかし2024年7月時点で中川翔子さんが妊娠している事実は確認されていません。妊娠していたとしても安定期といわれる5ヶ月目以降までメディアなどで発表されることはないため、公表していないだけで妊娠しているのではないかと思う方もいるでしょう。中川翔子さんの YouTube チャンネル中川翔子の後では、ラーメンやうどん、コストコで大量に買った肉、ケーキ、パンなどを爆食いしている動画が多くあり、妊活をしているようにも見えません。妊婦であれば体重管理のために食事のバランスを考えたり、つわりによる食欲不振が見受けられることが多いですが、中川翔子さんの場合はそうした様子がなく、今現在の妊娠の可能性は低いと考えられます。とはいえ、中川翔子さんは YouTube チャンネルで将来の子供についての話をしており、子供ができたらおもちゃ売り場で爆買いするだろうな、30代のうちに子供を産んでさっと復帰したいと語っています。またYouTuber のゆきりぬさんとの箱根旅行の中でも、一人でも子供は欲しいかなと発言しており、子供を欲しがっていることがわかります。妊娠しているのではないかという噂が立つ理由の一つに、体重の増加や食後のお腹の膨らみ具合も挙げられています。中川翔子さんの YouTube 動画では、食後のお腹がぽっこりしている様子が見受けられます。これに関しては誤解でしょうが、この膨らみ具合が妊婦の膨らみ具合と相まって妊娠しているのではないかという噂が広まる要因となっています。さらに中川翔子さんがゆったりした衣装を着ていることが多いことも妊娠の噂を助長しています。中川翔子さんの衣装やプライベートの服装が体型カバーになるゆったりとしたものが多いのです。ウエスト周りがゴムで締め付けが少ない衣装や、ビスチェやワンピースなど体型カバーができる衣装を着ていることが増えています。しかしこれは単に中川翔子さんがワンピースを好んで着用していることや、自身のアパレルブランドマミタスの PR のためでしょう。また中川翔子さんが将来の子供について具体的に想像していることも妊娠の噂を呼ぶ要因となっています。中川翔子さんは20代の頃から子供について様々なことを考えており、自分のオタク性を受け継いでほしいや、そのうち読ませたい本をめちゃめちゃ買っているなど、自分の子供にしてあげたいことや理想の母親像をたびたび語っています。このように具体的な将来像を描いていることから、実はもう妊娠しているのではないかという憶測が飛び交っているのかもしれません。そんな中川翔子さんはアニメオタクであり、自らを陰キャであると公言することが多いですが、虚言癖なのではないかという疑惑があります。これは中川翔子さんがいじめをテーマに話した際のエピソードに対する反応がきっかけです。具体的には、中川翔子さんが自殺防止キャンペーンの一環として読売新聞のインタビューに応じた際に語った内容が、過去に語っていたことと異なっていたのです。中川翔子さんはインタビューで、いじめに遭い下駄箱から靴がなくなり、先生が靴を買い与えてくれたが、その際に靴代を払えと言われ人間不信になってしまったと述べました。しかし過去にブログでその時のことを綴っており、その内容とは異なっていたのです。ブログでは、卒業式の時に先生から靴代を返してくれと言われたと記述していました。これにより、いじめを受けていた当時の状況と卒業式のエピソードが矛盾していることが指摘されました。またネット上でも中川翔子さんの発言に対する不信感は根強く、他にもいくつかの矛盾が指摘されたことがあります。
中川翔子さんが愛猫が亡くなったと投稿した際、その猫の画像が他人の猫であり、かつその猫は実際には死んでいなかったことが判明しました。このことも中川翔子さんの信用を損なう要因となりました。さらに中川翔子さんが麻雀をやっていると投稿した際にも、麻雀を本格的に愛好する人々から本当にやっているのかと疑問の声が上がりました。そのためネット上では、中川翔子って虚言癖あるから、どうせこれも嘘なんだろうなって思ってる、中川翔子やばい、他人の猫写真を自分のものにしたり、ハマったといったゲームやらアニメの知識がほとんどなかったりという声が寄せられていました。そんな中川翔子さんですが、病気説もあります。2007年の11月に所属する会社全体の健康診断検診に初めて参加し、レントゲン、血液検査、乳がん、子宮がん検診などを受けたそうで、父の触診、なんか左だけ2センチ長の縦長いしこりが、コリコリではないからがんじゃないが乳腺があるんだ、触ってみても左だけ確かにある、塊、心配ないが今度念のため超音波やっときますかってとブログに書いています。それから約15年経った2022年9月に、中川翔子さんは入院して、全身麻酔の手術のために15年ぶりにまつげエクステとネイルを全て取ったのだそうです。そして翌日には、無事麻酔から目が覚めました。意識なくなるって不思議、死ぬってこんな感じなのかなとか思ったり、病気や怪我ではないです、整形でもないわよと投稿し、無事に手術が終了したことは明かしました。病気ではないと綴っていましたが、悪性ではなかったというだけで、乳がん関連であることは違いないでしょう。 YouTube に投稿した動画では、今まで20代の時は気合で、疲れていてもストレスあっても乗り越えられてきたわけです。でも厄年を超えて細かい体調不良とかが続いたりしていたんですよ。だから無理しすぎず、お仕事大好きだけど頑張って続けていくためにも、心と体のためにも休みを確保しようとは思っていたけど、こんな形でドカンと休みになるとは思ってなかったから、逆に早く働きたいんですよ。なので皆さんもちゃんと長生き、命大事にガンガン行こうぜの作戦で行くためには、やっぱり健康が大事なので、検査すごい大事ですと語っています。また腫瘍手術ほど重いものではないですが、病気説がささやかれたエピソードが他にもあります。中川翔子さんが2024年7月9日に自身の X を更新し、アレルギーで腫れ上がった唇に対する悲しみの様子を伝えたのです。中川さんは、やばくない、唇5倍になってると上下ともに大きく腫れ上がった唇の痛々しい自撮りショットを披露。さらに、アレルギー体質になった突然、前はなかったのに何かに反応していきなり腫れが出るようになってしまった、時間ある時原因検査しますと報告しました。中川さんの投稿に対して、日頃の疲れもあるのかも、どうかお気をつけて早めにご受診くださいね、命に関わる前に早く調べてほしい、これは笑い事じゃないなどの心配のコメントが寄せられ、顔面崩壊や病気説が広まったのでした。今回紹介した妊娠の噂や虚言癖の噂から、病気説に関する話はここまでとなります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。